こんにちは。全外教 TV の村橋です。本日は企業様で内定が出たという、事例についてお話をしたいと思います。今日はすごくいい天気ですね。で、まあちょっと暑いぐらい、この5月の半ばにしてもちょっと暑いかなという日なんですが、昨日はですね、非常に雨が降っておりまして、で全国外国人雇用協会で、まあ、毎日ですね、合同説明会を開催しています。企業さんも来られて、職を求めている外国の方も来られて面接をすると、そういう会を行ってますが、昨日やはり雨がひどくてですね、企業さんも、まあ、普段よりは非常に少ない数しか来られなかったと。で、外国の方で企業に勤めたい方も非常に少なかったんですね。で、まあそうするとなかなかもう面接者もそんなに少ないし、企業さんも少ないということで、あまりこういい結果が出ないかなと思ったところ、なんとその日にですね、企業さんで内定が出ました。まあいろんな要因はあるとは思うんですが、一番の決め手はですね、やはりこの雨の中でみんながあまり来ない、そんな中でまあ、自分の会社に来てくださったと。でこのやっぱり情熱ですね、やる気、まあ、これが一番の決め手かなと思います。まあ、もともとベトナムの方をすでに雇用されていて、やはりその方の後輩としてベトナムの方いいかなと思ってたんですけど、まあ、昨日はベトナムから一人も来なかったと。なので、どうかなと思ってらっしゃったんですが、それでもやはり情熱を持って来てくれたので、まあ、ベトナムの方じゃないけど、まあ、ミャンマーの方が決まったんですけどね、じゃないベトナムの方じゃないけど、やはり今日雇おうと言ってくださいました。で最後2人ぐらい迷って1人に決められたんですけれども、まあ、その2人はですね、やはりまあ一生懸命話してたというのもあって、他の人よりも2人が選ばれたと。まあ、そういうやっぱり情熱とか一生懸命さですね、それこそが本当は企業さんに受ける一番の要因じゃないかなということは分かった事例でございました。また、お知らせを続けてまいりたいと思います。本日は以上です。